それではまずはじめに本作のオーケストラ演奏でご協力いただいている東京音楽大学シンフォニーオーケストラさよならマエストロ特別編成オーケストラの皆さんによる演奏をお聴きください。
ただいまお聴きいただきましたのは、ベートーベン作曲交響曲第5番運命より第4楽章でした。続いてお送りいたします曲目は、劇中に登場します晴海フィルハーモニーのテーマソングです。どうぞお聴きください。
ではここでキャストの皆さんにご登壇いただきましょう。ステージ向かって左手の扉にご注目ください。夏目俊平役、西島秀俊さん。夏目響役、芦田愛菜さん。森田栄樹役、宮沢日生さん。倉科瑠璃役、荒木優子さん。當真あみさん。ハノレン役、佐藤日美さん。内村奈々役、熊田凛香さん。近藤益男役、津田寛治さん。鏑木浩一役、満島真之介さん。古谷聡役、玉山哲二さん。夏目志保役、石田ゆり子さん。皆様、本日はよろしくお願いいたします。改めまして、ただいまの演奏は東京音楽大学シンフォニーオーケストラさよならマエストロ特別編成オーケストラの皆さん、そして指揮は米津俊博さんでお送りしました。今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは早速お一人ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずは西島さんからお願いいたします。はい夏目俊平役の西島秀俊です。皆さんこんにちは。配信をご覧の皆さんもこんにちは。この本当に素晴らしい、最高のメンバーと毎日とにかく一生懸命撮影をしています。とても充実しています。今日はよろしくお願いします。続いて芦田さん、お願いいたします。はい、夏目響役を演じさせていただいています芦田愛菜です。響ちゃんは結構ずっと怒ってばっかりだったと思うんですけど、その中にもこう誰かを思いやったり、お父さんだったりオケのみんなを思いやるところもある、そんなちょっと愛嬌のある響を演じていければなと思っております。これ今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。では宮沢様、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。森大輝役の宮沢日生です。今日はこんなにもたくさんの方々が集まってくれて本当に嬉しいです。放送まで残り数日となっております。今日は皆さんと楽しい時間を過ごせるように、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。続いて荒木さん、お願いいたします。倉科瑠璃役を演じます荒木優子です。今日は本当にこの作品の魅力をこの皆さんと共に共有しながら素敵な時間にできたらいいなと思います。よろしくお願いいたします。続いて當真さん、お願いいたします。はい、谷崎天音を演じています當真あみです。目の前にたくさんの方が来ていただいて本当に緊張しているんですけど、今日は楽しく皆さんと一緒に時間を過ごしたらなと思います。よろしくお願いします。では続きまして、佐藤さん、お願いいたします。はい、天才チェリスト役、ハノレンを演じました佐藤日美です。今日はよろしくお願いします。続いて熊田さん、お願いいたします。
内村奈々役を演じさせていただきます熊田凛香です。今日は皆さんありがとうございます。撮影しながらとってもクラシック音楽の魅力に本当に引きつかれる毎日を過ごしています。今日はよろしくお願いします。続きまして津田さんお願いいたします。はい、近藤益男役の津田寛治と申します。僕の役どころはコンサートマスターでコンマスなんですよね。まあ、近藤益男もコンマスなので覚えやすい役名でやらせていただいております。今日はコンマス近藤益男という名前だけでも覚えていってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて満島さんお願いいたします。なんでいるんだと思ってますよね。全く出てきてませんから。ええ、盛り上げ役です。謎の男なのでちょっとまだ話せませんが、この晴海フィルにちょっと新たな風を吹き込むような役で演じさせてもらってるんですが、いいですね、声が響く、気持ちいいです。楽しんでいってください。ありがとうございます。では続いて玉山さんお願いいたします。はい、晴海フィルの団長、キノコ頭の古谷と申します。古谷役の玉山哲司と申します。一生懸命こう陰で支えるような役なので、皆さん楽しんでいただけたら、幸いです。今日はよろしくお願いします。それでは最後石田さんお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私は、夏目志保という名前の役を演じます。画家の役です。西島さん の奥さんなんですけれど、まあ、あんまりうまくいっていないっていう設定ですね。で、はい、西島さんを呼び出すというそのキーポイントというかキーパーソンの役です。全然うまくいってないですけど大丈夫ですか？本当に素晴らしい脚本とスタッフとキャストの皆さんの中でこの作品に出演できて本当に幸せだと思っています。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは引き続き皆さんにお話を伺っていきます。まずはじめにですね、こちら生演奏で東京音楽大学の皆さんに2曲演奏をしていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。西島さんから伺ってもいいですか。はい、そうですね、やっぱり実際生で聴かせていただいて非常に感動しました。特にその2曲目のそのテーマの曲はですね、僕初めて聴いたので非常に感動しました。米津先生の指揮もちゃんと見れたので、先生には本当に丁寧に教えていただいていて、まあ、先生の指揮もしっかり見れましたし、本当に感動しました。ありがとうございます。ありがとうございます。芦田さんはいかがでしたでしょうか。そうですね、やっぱりすごいこう迫力と、やっぱり生のオーケストラってなかなか耳にすることがないので、すごく今日お聞きできて嬉しかったですし、運命の方はあっち側の裏で聞くことになってたので、それも生で聞けたらよかったなと思いました。ありがとうございます。かなり迫力のある素敵な演奏だったと思います。さあ、そして引き続きちょっと西島さんに伺っていきたいんですけれども、はいはい、私がこう今まで想像していた指揮者というのはこう巨匠のようで、かなり威厳があって少し近寄りがたいイメージだったんですけれども、はい、西島さん演じる俊平は少しその印象と違うものがあったんですけれども、西島さんは実際にこの指揮者という役演じられていかがでしたか。はい、そうですね、まあ実際その広上先生も米津先生もなんていうかな、あまりこう教えてくださっている先生たちも、いや今の指揮者はそんなタイプはあまりいなくてっていう話をされていて、実際その僕の俊平という役もですね、こう何かオーケストラを導くというよりはオーケストラと一緒に音楽を作っていくっていう考えの人で、そしてまあ誰よりも音楽を楽しんでいるというキャラクターで、プラス、まあ、ちょっとポンコツな部分もたくさんあるというふうな役になっています。はい、かなりこうチャーミングな部分もあるように見えたんですけれども、それもこう
広上さんであったり米津さんもそういった部分持たれてたりするんですか？まあ、まあ、広上先生も米津先生もそうですね。先生ですけどどこかこうものすごくチャーミングで親しみやすいってちょっと習ってる立場で言うのはあれですけど、はい、ちょっと先生みたいに言いやすいような方ででしたね。先生方のこう個人のキャラクターもすごくこうあの今回の俊平に入れさせていただいています、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、西島さんから見て、はい、こうたくさん皆さん楽器をされてますけど、はい、演奏するのが大変そうだなっていう楽器何かありますか？ちょっと待ってこのオーケストラの皆さんを前に言うんですか、はい、それあでもねこの他のキャストの皆さんが担当されてる楽器もありますからどうですかね。いやどれもいや本当に大変そうなんですよそれはあの、まあ、キャストの、 あの今回ものすごく真面目な皆さんが集まっていてですね、あの当てぶりのはずがみんな本気で音を出していて、まあ、素晴らしいキャストなんですけども皆さん本当に大変そうなのでなんですかね選びにくいですか選びにくいです、まあ、バイオリンですか。バイオリンですかね。まあはい、あの、あ、いやいや、いかがでしょう津田さん。バイオリン、あ、担当されてますけど、はい、まあ、バイオリンをやってるのは、まあ、コンマスの私ですね、はいはい、いやバイオリンも大変だ、まあ、確かにね西島さんおっしゃるようにどの楽器も大変なんですよね、はい、もう皆さん死ぬような思いでやってますけど、 いや、そうですね、いかんせん僕58歳で初めてバイオリンをやったんですよ。もうその大変さはちょっと群を抜いてますねだから僕9月にバイオリンいただきまして、それからもう毎日や練習するんですけど、はい、全然上達しないんです。毎日やってますもん。毎日やってます。うるさいですもんね現場でねもう津田さんも静かにしてくださいって言われるぐらい本番直前までやってますもん。うもうよその現場もね持ってきますし、知ってます、見てます。津田さんそれバイオリンですか。そう、別の現場持ってるの見てます。別の現場でね、はい、そうあの西島さんとご一緒の時も僕こっそりやってましたけれども、でもねそのぐらいやんないとやっぱ物にならない。これバイオリンって5歳ぐらいからやっても遅いと言われてる楽器なのに、ね、2歳ぐらいからやってるとかね。そう、おっしゃる。2歳でよくやりたいって思いました ね2歳からですか。私は4歳。4歳、どっちももう変わんないわ4歳も2歳も、だからもうそんな楽器をやっぱりね58でやるっていう、もう弓すら最初持つのあれ普通に握ってると思いきや普通じゃないんですよ。小指をここに当てて中指をこうして親指は曲げてとかやってると持てないんです。もうポロンと落ちちゃうんですよ。それを持ってこう弾こうとするだけでももうちゃんと動けないから、そっからやっぱり始めたっていうのはやっぱ大変でしたかね。ありがとうございます。トーマさんは幼い頃からバイオリンをされていたと伺ったんですけれども、はい、そうだ、はい、あ、そうですね、私も一応小さい時から何歳から一番最初に触ったのはその3、4歳ぐらいなんですけど、今回あのバイオリンの役をもらった時は自分ができることをこう役に生かせるっていうのですごく嬉しかったですし、はい、より頑張ろうと思いました。トーマさんは当てぶりじゃないらしいんですよ、はい、本当にもうご自身が出してる生音で勝負されるんですよ。それがすごいな、本当すごいと思います。ありがとうございます。玉山さんは、はい、いつからファゴットやられてます？僕はあの大河ドラマ撮りながら練習行ってまた中空きでまた戻ってみたいな。え、じゃあ大河でこうちょんまげの状態であのファゴットやって、いや、さすがにそれはないですけどやってないです、はい、いかがですか荒木さんはフルートを今回担当されてますけれども、はい、そうですね、私はあの以前吹奏楽部にあの中学生の時に所属していて、まあ、憧れの楽器としてこう友達の楽器をあのフルートを結構吹いたりとかして、はい、こうちょっとこう触った経験があったので、それでもその当時はやりたくても難しい楽器っていうイメージがあって、もう本当に、そして撮影の時にこう手がかなり近くて、はい、こうごまかせない当てぶりでもこうやっぱりちゃんとこうある程度は抑えられていないとごまかせないっていう楽器でもあったので、はい、あのすごくファゴットが羨ましいですファゴットはその点は、はい、大丈夫そうなんでしょうか、はい、僕ね、あの手がバレないようにあの楽譜で隠そうばっかり現場で考えてまして、はい、でもまあファゴットでよかったなってつくづく思っています、はい、ありがとうございます。ちょっと裏話を聞くことができました。ではですね、初出しの情報になるんですけれども、実は芦田さんも
バイオリンを劇中で演奏されるためにずっと練習に励まれてるんですよね。はい、私も皆さんと同じくらいの時から実はこそこそやってました。明日さんも全く初めてですか、バイオリンは。バイオリンは初めてで、もう本当に難しくて、何回も、もう無理と思って投げ出したくなったこともたくさんあるんですけど、まあ、響ちゃんの軸としてやっぱりあると思うので、はい、頑張ってやってます。さあ、ではちょっとここでさらに楽器のお話聞いていきたいんですけれども、熊田さんは、はい、ティンパニーという打楽器を担当されるんですよね。あ、はい、そうなんです。熊田さんもかなり練習されてますか？あ、そうですね、あの私も皆さんと多分同じ頃から練習に入ってて、そのティンパニーはやっぱ撮影でもなんて言うんでしょう、絶対叩かない、面を叩かないといけないので、どうしても撮影方法としてちょっとごまかしが効かないというか、一番バレやすいよね、一番バレやすくて、ね、はい、なのでなんか撮影の時もリアルに本当演じてるナナちゃんみたいな気持ちになるというか、ちょっと一人で恥をかく時とかもあったりしつつ、いやだから本当にどの楽器も本当に大変だと思うんですけど、ティンパニーも頑張ってます今回石田さんはですね、画家を演じられるということなんですけれども、はいはいはい、もし何か演奏するなら挑戦してみたい楽器はありますか？私はあの楽器は子供の時からあのピアノしかやったことがなくて、はい、私あの音ってとしてはね、チェロがとても好きです。チェロ、ひみくんが弾いてる ね、チェロは難しい、めっちゃ難しそうですよチェロ憧れますね、はい、チェロも隠せないんでね、真横に手があるんでね。そうだそうだ、はい、このサイズだとも入っちゃうね。そうなんですよ、ごまかせないです、はい、じゃあ佐藤さん結構チェロも苦労されてますか今？そうですね、でも普段音楽やってるんですけど、そうですよね、でも全く関係ない楽器なんで、普段とはもう一から教わって頑張ってます。もし石田さんがチェロを始める機会があれば、そうですねぜひやってみてください難しさが分かると思います。はい、ありがとうございますありがとうございます。ではですね、ここで今お話しできる範囲で大丈夫ですので、撮影の裏話があれば伺っていきたいと思います。ではどうでしょう、西島さん。はい、そうですね、ここにいらっしゃる皆さんとの裏話があれば教えてください。はい、台本上はポンコツの父親としっかり者の娘っていう話だったんですけど、はい、あの皆さんのイメージと違って意外に芦田さんってポンコツな人なんで、いやそうなんですよ、さっきもちょっとポンコツさちょっと出てましたけど、挨拶の感じの時すいませんそう結構ポンコツ、しょっちゅう物にぶつかったりとか焦げたりしてるんで、なんかどんどんなんていうかな、ただの似た者親子が喧嘩してるようになっていて、それはあのそうですね、やっぱりこう現場で起こるこうケミストリーというかですねやっぱりこう人が演じるってこういうことなんだなっていう感じで、とても面白いです。芦田さん、そういうふうに言われていますけどいかがですか？そうですね、あの否めないです結構ポンコツで採用されてるもんね、それでね、はい、あそのこけたの採用っつって、はい、なんか段取りやってる時に怒ってこう響ちゃんがあの階段を上がっていってしまうシーンがあったんですけど、はい、そこで私があのそのリハーサルの時に転んでしまって痛いみたいなやってたら、はい、でこう階段を降りてきたら監督とか西島さんがなんかさっきのいいねみたいな、俺は言ってないよ採用されてしまいました。あ、じゃあそのちょっと明日その素の部分もこう響ちゃんの役に反映されてるんですね。結構ポンコツですからねなんか完璧なイメージをみんな持ってると思うけど、確かに、はい、ありがとうございます。さあでは宮沢さん、どうでしょう、はい、何か裏話。裏話、あの、まあ、撮影をしていて僕と芦田さんが並ぶときにすごい慎重さがあるのでカメラの位置が今まで見たことないくらい高いところから狙わないとやっぱ2人が映んなかったり、いろんなこう、まあ、工夫をしているんですけども、その辺がね毎回そうですね、毎回カメラマンさんにじゃちょっと上げるかって言って、はい、本当にもうすごい天井近くみたいなところにカメラがあります。そんな高いちょっと技術的な部分で。そうですね、だからあの玉山さんとか西島さんとかでみんなで芦田さん囲むともういなくなっちゃうっていうかみんなで隠しちゃうくらい、やっぱみんな結構身長がね高いので、はい、背が高いと。なるほど、ありがとうございます。さあでは
ちょっといろいろお話を伺いたいところなんですけれども、ここで今年新成人になる方へ向けてアパッショナートなメッセージを今日は西島さん、石田さんにいただいております。ではまず石田さんからのメッセージです。成人式を迎えられた皆様、おめでとうございます。大人になるということは責任が生まれるということ。責任がないところに自由はないです。だからこそ大人は楽しい、素敵な大人になってくださいという、こちらのメッセージ、石田さんありがとうございます。はい、いや、私この言葉がとても好きで、毎年成人になる皆さんに送りたいなと思うんですけど、よくね、大人になりたくないっていう子たちいるじゃない。でも大人にならないとできないことは山のようにあって、責任がないところに自由はないっていう言葉が好きなんですよね。なのでぜひ素敵な大人になってください。ありがとうございます。ちゃん違います、今ちょっと目が合っちゃったなあれ来年、来年、あれ、私は来年です。今も伝えてくださったのかなと思ってでもね、明日さんも19歳でしょ、同世代ですか。まだ、まだ19だよね。もう役のまんまじゃないですか同世代ということで明日さんも、はい、すいません失礼しましたそれでは続いて西島さんからのメッセージです。やりたい思いを表に出すという簡潔なメッセージをいただきました。はい、すいません、全然なんか形式が違ってびっくりしてますけどちょっと詳しくよろしいですか。すいません、ですね、ちょうどそれこそ僕成人の頃に、映画が好きで映画に関わりたいってことをなんか言ったんですよね、初めて。それでなんかその本気でやりたいことを本気で言うってすごい恥ずかしいことで、もうなんかずっとそれまで思ってたけど言えなかったのを初めて言ったんです。で、みんな笑いましたけど、真剣に取ってくる人もいて、で結局その高校のバスケ部の9つ上の先輩がプロのギタリストの坊やをやってるっていう全然関係ない人が、手を差し伸べてくれたんですけど、映画と全然関係ないです。ただなんかそういうことがあってですね、なんかその結構本気でこうやりたいことを本気で言って本当に恥ずかしいことだからみんな躊躇してると思うんですけど、ぜひですね表に出してください。それはなんかもし作品とかがあるんだったら今多分いろいろ発表する場があるんで、 YouTube でも何でもいいからとりあえず表に出すと、それはなんか周り世間から何かリアクションがあってもう一歩次に行けるので、とにかくそのなんか秘めた思いをですねぜひ出してください。それは僕今気づいたらここで立ってこうやって話してますけど、本当に始まりは何でもない、別になんかコンテストに出るわけでもない、ただ、周りの人に映画の現場に関わりたいんですって言っただけです。だからそういうことが、起こります、この世界は、本気で言うと。なのでぜひ、その秘めた熱い思いをですねポンと表に出してください、はい、ありがとうございます、はい、熱くとても参考になるメッセージだったと思います。でせっかくですので新成人になられた皆さんと同年代の明日さん、はい、お二人のメッセージどういうふうに受け取られましたか。あ、そうですね、でもやっぱ言霊ってすごいあるような気がしていて、口になんかこう出すとやる気も出たりとか、それ叶えなきゃっていう気持ちが強くなったりとかして、そういうことってあるなってすごく思いますし、でもそれをこう無責任に言うだけじゃなくて、その言葉にやっぱり責任を持って進んでいけるようになるのが大人だと思うので、お二人のお言葉を胸に刻んで、はい、来年二十歳になれるように、今年か二十歳になれるように頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。では最後にせっかくなので満島さんにもお二人のメッセージの感想を伺っていいですか。僕もここに座ってようかなと思って今ずっとこっちから見たいなと思ってたんですよ。なるほど、正面から。僕二十歳の時に自転車で日本一周してまして、まだ役者になる前で映画の助監督をやってたんですけど、裏方でずっとやっていて、二十歳になる瞬間ってなんか自分の中でもどこで何をしている瞬間に20代に入るんだろうっていうものをずっと考えてたんですよ。
それで19歳の最後残り2週間あと2週間あるぞと旅に出てみようと思って自転車をだけを買って全部携帯も解約して、借りてる部屋も解約して回ったんですね。そして和歌山県のもう一番あの端っこの比企海岸というところで今でもずっと覚えてるんですけど、その時がずっと雨であの伊勢神宮の方から尾鷲というところをずっと回っていくと、あそこって屋久島の次ぐらいに日本で雨が多い地域 で19歳の残り3日がずっと大雨に打たれながら山道を走ってたんですよ。こんなに20代まで行く坂は高いかと、こんなに人生というのはすごいこう乗り越えなきゃいけないものがたくさんあるんだと思って、で20歳になった日に晴天だったんですね。ボロボロ涙が出てきて海沿いで20代頑張るぞって言って一人でですよ、ずっと変わってないんですだから今でも。でもあの時に表現をしたいなと思ってこの業界に出る側になったんですよ。そこでまたこう20歳になる瞬間に思った、自然からもらった、そしてここから何かみんなに元気を与えていきたいっていう思いが、そこから15年ぐらい経ちましたけど今でもずっとあるので、やっぱりこう若い時の経験とか自分で決めたことをやり遂げるっていうのはすごく大事なことだと思うので、僕も言霊を大事にしているので一言だけ言わせてください。このドラマ大ヒットします絶対に間違いないです、間違いない。あのまだ出てないくせにね、すいませんそうですね、どこかで出てきますんで、ま、登場されてませんけれども、はい、満島さんからアパシオナートなメッセージいただきました、はい、ありがとうございます。さあここでそろそろお時間となってしまいました。ではですね、最後にキャストの皆さんを代表して西島さんからドラマを楽しみにされている皆様へメッセージをいただきたいと思います。お願いいたします。はい、そうですね、このドラマは一人ではこうなかなか乗り越えられない傷を人がこうつながることで一緒に乗り越えていくドラマです。見るときっとその、あ、明日から頑張ろう、人頑張れる、みんなでやれば頑張れるっていう何かこう力を与えてくれるドラマになっているんじゃないかと思っています。本当に小さなお子さんから大人まで楽しく見られるドラマですので、ぜひですね、たくさんの方に見ていただいて、何か、まあ、人を信じることだったり、まあ、自分自身を信じることだったり、未来を信じることを、こう感じ取っていただけたらこんなに幸せなことはありません。どうか楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあこれにて1月期日曜劇場さよならマエストロ父と私のアパシオナートの制作発表会見を終了させていただきます。初回放送は1月14日夜9時から25分拡大スペシャルでお送りします。皆さんぜひご覧ください。本日はありがとうございました。キャストの皆さん、カメラの方へ手を振っていただけますでしょうか。ありがとうございます。日曜夜9時はさよならマエストロアパッションナートときめく時を TBS